皆さんこんにちは。4月20日のプロ野球公示で日本ハムは宇佐美慎吾捕手の出場選手登録を抹消しました。今季は開幕戦でマスクをかぶりましたが、9試合の出場で打率0割15打数無安打1四球と未だ快音が響いていませんでした。代わってアリスメンディアルカンタラ内野手を登録しました。宇佐美は昨年11月に人気アイドルグループ桃色クローバー Z の高木れにとの結婚を発表し話題となっていました。昨年オフの契約更改では推定年俸2000万円からのアップ提示にサインしました。オリックスから同じ捕手の伏見が FA で加入しましたが、負ける気はないと対抗心をむき出しにしていました。昨季は捕手ではチーム最多の81試合に出場し、打率2割5分6厘と打撃でもチームに貢献しました。オリックスを日本一に導いた伏見は強力なライバルになりますが、このチームでは僕が一番試合に出たという自負があると語気を強めていました。年始に行った千葉・鎌ヶ谷の球団施設での自主トレでは、レニ・ミットを練習用の新相棒に携え、結婚してダメになったとかは言われたくないですし、奥さんの方にも影響が出てしまうと思う、やらなきゃいけない、結果を出せるようにと表情を引き締めていました。キャンプ中や試合前練習で使用予定の新ミットは婦人のブルークでのカラーである紫色となっています。紐は2人が好きな青色で SR2 とお互いの名前の頭文字も刻んでいます。昨年9月新庄剛志監督から8キロの減量指令が出ました。シーズン中は93、4キロくらいだったが、玄米を多く食べるなどして気づいたら10キロいっちゃった。アシストしたのは奥さんの高城レニでした。レニの揚げ物禁止令で10キロの減量に成功しています。唐揚げ好きですし、揚げ物とお酒は最高という宇佐美が、揚げ物食べたいなとつぶやくと、夫人からやめときなとダメ出しを食らってきました。自分の体のためだが控えるのはきつかったと漏らしますが、鍋中心の夕食で得た新ボディに筋肉量も打球も変わらないが体は軽いという感じ、総じて良かったなと思いますと好感触を得ています。引き締まった体で現在はプロ入り後最軽量の84キロだと言います。監督も優勝以外一緒と言っている。優勝するための一人になれれば、伏見に加えてマルティネスが加入し、清水も攻守ともに猛アピールを続けており、正捕手争いはより熾烈なものとなっています。二人三脚で迎える今季へ、去年以上の成績を残せるようにやるのが僕の役目と決意を胸に、愛妻のためにも狙った定位置の座は逃せません。3月30日の日本ハム対楽天戦で解説を務めた谷繁元信氏が日本ハムの捕手事情について語りました。日本ハムは開幕一軍登録の捕手が伏見トライ、宇佐美慎吾、清水雄志、アリエル・マルティネスの4人が登録されていました。この日は宇佐美が先発マスクをかぶり、マルティネスが指名打者で出場しました。谷繁氏は日本ハムの捕手について、一人で1年間行くということはないと思うんですね、3人で切磋琢磨しながらチーム力を上げていくと考えた方が得策じゃないかなと思います。別に無理に1人作る必要はないと思うんですよと自身の見解を述べました。また谷繁氏は試合中、宇佐美のキャッチングが上手くなったんですよと評価しました。1対3の7回に2塁盗塁を試みた山崎剛の盗塁を指すと、ナイススローですねと絶賛し、キャッチングが良くなるとスローイングも良くなるんですよ、取れるから右手に渡せるようになっていく、キャッチングは本当に大事なんですよねと話していました。しかし谷繁元信氏は楽天の新外国人フランコに3安打を浴びた日本ハムバッテリーについても言及していました。この日の日本ハムの先発加藤貴之、宇佐美慎吾のバッテリーは初回の第1打席にインコースのスライダーを詰まりながらライト前に運ばれると、4回の第2打席もスライダーをレフト線へ2塁打を打たれ、6回の第3打席もスライダーをレフトスタンドに放り込まれました。谷繁氏は打たれている球種がほとんど同じようなボールなんですよ、打たれたのは同じ曲がり球なんですよね、
最初の対戦で手探り状態で攻めてはいるんですけど、それだったらもうちょっと違った打たれ方をしてほしかったですね。違う球種を打たれるとかですね、とフランコへの攻め方に疑問を感じていたようです。宇佐美のリード面の評価は今一つなようで、今季日本ハムが勝利を収めた試合は全て伏見が先発マスクをかぶった試合のみです。また12日の対ソフトバンク戦では好投を続けていた先発の伊藤大海が捕手が宇佐美に変わった瞬間に打たれ始めて敗戦するということもありました。昨季飛躍した打撃でも今季は全く結果を出せていません。これに見かねたファンからは早く2軍に落とした方がいいのではという声がたびたび上がっており、ましてや2軍では古川、郡、梅林といった有望な若手捕手が軒並み打撃好調なので、宇佐美を下げて他の捕手を上げるべきだという声がなおさら絶えませんでした。減量した際に痩せ細って変わり果てた姿にはファンから心配の声も上がっており、さすがに痩せすぎなのでは、減量が不振の原因になっているんじゃないのか、もっと太ってこいなどの声が上がっています。またレニ夫人は仕事の関係で関東在住のため、宇佐美とは現在は別々で暮らしています。日本ハムの2軍本拠地は関東なので、もし2軍に降格すれば奥さんに会うことがたやすくなります。そのことからもしかして奥さんに会いたいがために2軍落ちを狙っているのかという心ない声まで飛び交う始末でした。そしてついに新庄剛志監督は20日、開幕からまだヒットが出ていなかった宇佐美の登録を抹消しました。新庄監督は2軍降格となった宇佐美について、ずっと迷いがある、こっちでずっとベンチだったら向こうで打席立たせて1回切り替えさせようかなと、と説明しました。マルティネスも捕手登録ですが、主に1塁と DH での出場なので、事実上は伏見と清水の捕手2人制となりました。指揮官はキャッチャー2人になったから、代打早く出すとあれだから、とにかく打てと、2人が打てと、もう1人ぐらいキャッチャー、練習させとこうかな、と語りました。代わって昇格したのは、昨季は内外野のさまざまなポジションを守り、14本塁打を放ったアルカンタラです。セカンドもあるというかしてほしいと期待しています。低迷しているチームの勝利のため、そして何より新婚の奥さんのためにも、宇佐美捕手のこれからの奮起に期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。